冒険家の皆さん、こんにちは。この動画は、JFND の Twitter で学ぶ日本語、そのシリーズの第3回目ですね。はい。第3週は、日本語教師をフォローというタイトルでお話をします。これは、日本語教師だけではなくて、皆さんに興味を持ってくれる人なら誰でもいいです。日本人の友達を Twitter でたくさん作りましょう。そのためには、皆さんに興味を持ってくれる人をフォローすることが大切です。はい。まず最初に、フォローしたい人を探して、で、その人を引用 RT、あるいはコメント、あるいはフォロー、こういうことをやります。で、その人をフォローしたら、出てくるおすすめを見てみて、で、その人が、そのおすすめの人が面白そうだなと思ったら、その人もフォローする。で、フォローバックされたら、ダイレクトメッセージでお礼と自己紹介をする。こういう感じのことを今日はご紹介します。はい。まずですね、皆さんに共通しているのは、インドで日本語教育に関係しているっていうことですね。ですから、ツイッターをインド日本語教育、こういうキーワードで検索してみてください。そうすると、まあ、たくさん、インドの日本語教育に関わっている人を見つけることができます。それ以外にも、皆さんの好きなことがあったら、皆さんが好きなことというか、皆さんがちょっと興味を持っていればいいです。で、だけど、その日本人で、その皆さんの興味があることにすごく興味を持っている人もいます。そういう人を見つけると、とてもいいです。ここに書いてありますけど、皆さんが好きなことではなくて、皆さんに興味を持ってくれる人。そういう日本人を探すといいんですね。例えば、これは、インド映画が好きな人を探すときにですね、ただ単にインド映画とか、ボリウッド、とか、バーフバリとか、それを検索しても、それほどすごい、好きな人っていうのは出てこないんです、実はですね。ちょっとそういう人たちは特別な言葉を使っています。例えば、マヒシュマティ国民。これはそのバーフバリに出てくる国の名前ですよね。その国民という人とかはすいません。笑っちゃってすいません。はい。これは本当にバーフバリが好きな人が使っている言葉ですね。あと、王を称えよう。これもバーフバリが好きな人がとてもたくさん使う言葉です。はい。で、はい、すいません。あとですね、俳優の名前ですね。例えば、ディーピカ・パドコーンさん。とか、アーミル・カーンさんね、有名ですよね。で、そういう人の名前の後に様をつけています。これは普通の人はこういう書き方はしません。これはもう本当にとても好きな人、ディーピカ・パドコーンさんがとても好きな人が、ディーピカ様とか、アーミル・カーン様というふうに書いてツイッターに投稿しています。これもですね、検索してみるととてもたくさん見つかりますから、ぜひ、探してみてください。で、もし皆さんがもちろん、あんまりその、インド映画好きじゃなかったら、こういう人は探さなくていいです。はい。あくまでも、なんてかっていうと、その人が皆さんに興味を持っても、皆さんは、その人のために、役に立つ情報とかをあんまり、提供することができないからですね。はい。ですけど、もちろんその、インドに住んでいて、で、インド映画をね、よく見ている人、そういう人は、ぜひ、こういう言葉で検索してみてください。あとですね、例えば料理が好きな人も、例えば、インド料理とか、ビリヤニとか、あと、タンドーリチキンとか、そういう言葉は、まあ、普通の日本人も結構知ってるんですよね。なので、その人が必ずインドに興味を持っているかというと、それはちょっとわかりません。ですけど、例えば、サーグパニールとか、この辺まで来ると、普通の日本人はあまり知らないと思います。ですので、これで検索してみると、やっぱり、インドに興味を持っている日本人をたくさん見つけることができます。あとね、私ファッションのことは全然わからないんですけど、でもやっぱりインドのサリーとか、そういう書き方だったらもう普通の人はみんな知っているんですよね。私だって知っているぐらいですから。でもそれが例えばサルワール・カミーズとか、こういうぐらいになると、これで検索してみると、やっぱりかなりですね、インドが好きそうな人が、書いているのが、
見えます。わかりますね。ですので、あまり普通の言葉じゃなくて、インドに関する普通の言葉ではなくて、みんなは知らないけど、とても好きな人なら知っている言葉、そういう言葉を、検索するといいと思います。はい、はい、で、そういう人が見つかったら、まず最初にするのは、コメントとか引用 RT で共感を示すっていうことですね。で、例えば、もう本当に言い方はもういろいろあると思いますが、同感ですとか、その通りですね。おっしゃる通りですね。あと、勉強になりました。これは、もっと感謝も入っているような感じですね。私もやってみます。なるほど。いいアイデアですね。これは便利そうですね。これは役に立ちそうですね。こういうことを書くと、言われた人もですね、ああ、役に立ったんだなとか思いますから、嬉しく思うでしょう。それから褒めるというのももちろん、とても大切です。ですけど、例えば皆さんが、褒めるときは、日本ではですね、褒めるというのは、ちょっと立場が上の人が褒めるわけですね。なので、なんて言うんですかね。例えば皆さんが、日本語を褒めるとかっていうことはあんまりしないわけですよね。日本人に対して日本語を褒めるっていうことはあんまりしない方がいいです。だけど、インドのことだったら、日本人よりもインド人の方が知っているのは普通ですよね。ですから、そういうことを褒めるといいです。例えば、インドのことをよくご存知ですね。それから、ヒンディー語とかですね。あるいは、インドの踊りとかを、動画とか写真で、シェアしている人もいます。そういう人にはお上手ですね。というふうに褒めるのもいいです。で、インド人の私よりも上手ですね。とかいうのはもう本当に褒め方で、面白いと思います。それからインド料理とかですね。インド料理に対しても美味しそうですね。というふうに書くのはいいです。まあ、美味しそうですねは別に普通に、あんまり褒め言葉だけではないので、日本料理のね、写真を出している人に美味しそうですね。と書いてもこれはもちろんいいと思います。はい。あと、情報を提供するということもあります。例えば、まあ、インドでもそうですね、とか、インドでも人気ですよ、とか、私もやっていますとか、これ便利ですよね、というこういう書き方ですね。このよねというと、相手も使っているし、私も使っていますという、そういう意味がよく出ますね。あとは、質問するという、そういうパターンもいいです。これは、返事をもらえるかもしれませんから、このパターンの方が実はいいです。今までの中ではね。はい。まあ、例えばね、ディーピカ様とか、アーミルカーン様とか、そういうふうに書いている人に、まあ、インド人として嬉しいですと。まあ、あるいは同じって書いてもいいですね。ディーピカ・パドコーンさんとか、アーミルカーンさんはインド人ですから、同じインド人として嬉しいです。どうしてそんなに、その人がお好きなんですか？こういう質問はいいと思います。とってもね。あと、ご共有。何か、これは便利な、ソフトウェアとか、便利なアプリとか、そういうものを、誰かが共有していたら、こういうふうに質問するのもいいですね。ご共有ありがとうございます。まずは感謝をして、とてもいいですね。どこでダウンロードできますか？こういう感じで、質問するのはとてもいいと思います。はい。で、こういうふうにですね、いろんな人が、見つかったら、その人をフォローしてみましょう。フォローすると、まずここですよね。こういうところを、ここにフォローって書いてあるので、ここをカチッてクリックすると、こういうふうに青くフォローイングになります。で、その時に、こういうふうにですね、サジェスティって、おすすめ、日本語だと多分おすすめって出ると思うんですけど、似ているような人が出てきます。例えば、サルマン・カーンさんね、有名な、俳優さんですよね。この人をフォローしたら、アクシャイ・クマールさん、も出てきます。私もこの人の映画ってそんなにたくさん見てないんですけど、パッドマンとかね、パッドマンとか見ました。あと、何見たっけ？いくつか見てますけど、でも、そんなに詳しいわけじゃなくて、まだフォローしていないんですね。なので、こういうふうに、
フォローしてくる、フォローをサジェスチョン、おすすめが出てきますから、で、これをクリックしてみて、あ、面白そうだなと思ったら、その人もフォローするといいと思います。こうやってどんどん、日本人のですね、友達のような人を増やしていくといいと思います。はい。で、最後に、こちらが、フォローしたら、相手が、私のことをフォローしてくれるかもしれません。それをフォローバックって言います。はい。こちらが先にフォローして、その後で相手がこちらをフォローしてくれることですね。それがフォローバック。はい。で、フォローバックされたら、お礼と挨拶をしましょう。で、これもですね、友達になるのにはとてもいい方法です。例えば例としては、フォローバックありがとうございました。自分の名前ね、なんとかと申します。インドで日本語を教えています。どうぞよろしくお願いします。こんな感じで、挨拶をするといいと思います。で、これはどちらかというと、DM の方がいいかもしれませんね。てか、私はいつも、タイムラインのコメントではなくて、DM でこういうものを送っています。はい。で、これで、今週の、ツイッターで学ぶ日本語の授業のことはおしまいですが、来週はですね、ツイッタースペースというものをやります。で、これも、ちょっとこれ見ておきますね。ちょっとね、はい。もうね、そう、ちなみに、今日ですね、これ、私がインドの、モディ首相のことね、モディ首相が、腕にワクチンを打った人はバーフバリだと言ったという、そういうのを、ツイートしたら、なんかすごいたくさんの人がリツイートしてくれたんですね。で、リツイート、今も一人増えた。はい。今、453人の人がリツイートしてくれてます。で、そうすると、いろいろ宣伝していいんですね。っていうか、よく宣伝するんですよ。いろんな人が見てくれるので宣伝します。で、その時にもうこれ私投稿しました。来週水曜日の午後2時15分ってことは、インド時間の午前10時45分ですね。その時にこのスペース、スペースを配信します。スペースというのは声で話すという意味ですね。ツイッターの中で声で話します。ラジオみたいなものです。そういうのをもう、宣伝しているので、何人かの人が、聞きに来てくれるかもしれません。で、それを、このスペースで、皆さんと、お話をしたいと思います。ここにいる皆さん、このビデオを見ているツイッターで日本語、ツイッターで学ぶ日本語の参加者の皆さんと、スペースでお話しします。で、それに、たくさんの人が、聞きに来るかもしれません。もしかしたら誰も来ないかもしれませんけどね。はい。で、これを使うには、スマートフォンのツイッターのアプリが必要です。なので、スマートフォンのツイッターのアプリも、使えるようにしておいてください。だけど、まず最初はズームで、話をしますから、で、ここでその、ツイッターの、スペースのこととかをちょっと準備して、最初の15分で準備して、で、15分経ったら、この、スペースを始めて、皆さんと、つまり他の人が聞くかもしれないところで皆さんと話をしたいと思います。はい。はい。それでは私からは以上です。ツイッターでたくさんの日本人の友達を作りましょうね。そして冒険は続きます。